おはようございます。今朝の役員連絡会ですが、まず小村副総裁からのご挨拶は、リベリアからの帰国者、陰性であったと、素早い対応ができたと思うが、国民のためきちんとした、対策をこれからも進めてほしいということであります。それから私からはですね、国会も今週から本格的に法案審議に入っているので、法案成立に全力で、取り組んでいく、政府与党を結束していこうということ、それから報道等でもいろいろ閣僚といろいろ議論が あるわけですだけど、説明すべきものはきちんと説明してもらっていればということを申しました。それから福島県の知事選挙で内堀候補が当選することができた、関係者のご尽力に感謝するということ、それから30日から沖縄県の知事選挙が始まるというので、関係役員も現地にお入りいただいているところだけど、全力で取り組もう、それからあと広島市の豪雨被災支援の募金を等でやっていたんですが、10月24日で、終了して、募金総額1000万円を上回ったということで、協力いただいた皆さんに感謝を申し上げて、預かった募金は今週11月1日広島県県連の政経セミナーに、がありますので、その際地元にお渡しするということを報告いたしました。あとは国会の話、それから茂木さんからいろいろ選挙の結果等と、等々でございます。以上ですね。はい、はい、どうぞ。また閣僚の問題としてですね、望月大臣の話が出てきたのとですね、あと有村大臣に関してもですね、昨日話が出てきましたけれども、その相次ぐ閣僚の問題について幹事長さんを改めてお考えをお願いします。私もですね、一番直近の話はまだ報道ベースでした。中身がよく分かりませんので、立ち入ったコメントすることはちょっと差し控えたいと思うんですが、いずれにせよ、なんていうんでしょうか、過去を振り返ってみますとね、先日も申し上げましたけれども、昔は出の問題が多かった、最近は入りの問題が多くなっている、大きな意味では政治資金規正法や、それから選挙関係法案、法令、相当出来上がってきて、てるんだと思うんですね。だから要するに昨今はなんて言うんでしょうか、かつてのリクルートとかですね、ロッキードとか佐川急便というようなものは あんまり見当たらなくなってきておりますが、届け出の規制なんかもかなり細かくなっておりますので、相当その注意をしないとこういう問題が起きてくると聞かれない、いう状況だから、大きな意味では全体改善しているんでしょうか、それぞれのところは各人が襟を正してやっていかないといけないという状況になっていると思います。ですから説明するのはきちっと説明しなきゃいけないと、いうことでしょうね。続けてなんですが、こういう問題が続くことに対してですね、その党として何かしらその対応を検討しているようなことはありますか。これはですね、いろいろなこの間も申し上げましたが、あれ何でしたっけ、政治制度改革本部の方でですね、今までいろいろな法制度も作り、先ほど申し上げたような形でやってきて、いろんな通達等もですね、総務省からも出ているし、各各県のですね、選挙の関係でもいろいろ出ております。だからそういうものを適切にこなしてですね、なんていうか、
特に事務所を国会議員というよりも国会議員の事務所関係者に、事務所のスタッフにですね、よくその法制度を理解して運用に取り組んでもらうようなことを今計画中でございます。はい、どうぞ。すみません、関連してなんですけれども、今回の望月大臣の件は会計責任者が、辞任を申し出たと。また大道大臣の前大臣の件では当時会計を責任していた織田町長が町長の職を辞していらっしゃいますけれども、こういうその事務所を含めた政治家の方に関する問題が生じた時の責任の所在というのがどうやら秘書であったり会計責任者になりつつあるような気がいたしますが、その責任の取り方というのはどのような感じですか。結局責任者はですね、最終的には、国会議員であるということで作られているんだと思うんですね。選挙の場合にも含める連座制規定とかそういうものが生じたり、いろいろ最終的な仕組みはそうなっているんだろうと思います。ただこのかなりですね、大きな昔のようなリクルート、キートとかリクルートというのと違いまして、かなり細かな金の人とかですね、それから今問題になっているのも外国人から金を受け取ってはいけない、外国系の企業から金を受け取ってはいけない、ただ表から見た場合はなかなかわからない場合、現地に入ってよくその人知ってれば分かったかもしれない、なかなかわからないというような場合もあるのが実際だろうと思います。だからよほど注意をしても何かおかしな問題といいますか、そういうものが出てくる恐れなしとしない状況ですね。で、私はこれつくづく思う、ここでも申し上げたかもしれません、最終的には大内さん知らないでは済まされないとおっしゃったけど、確かにそれはその通りなんですね。その通りなんだけれども、じゃあ現実にその細かなところまで全部議員本人がですねチェックできるか、またチェックするのが良いかという話になると、私の多分事務所でも私が全部見てたら幹事長の仕事はできないということになりかねないので、結局その事務所のスタッフにやっぱり人を得てですね、事務所のスタッフとの信頼関係も持ってやっていくしか現実にはさばきようがない。だからもう少し別な言い方をすれば、今のこういう体制の下では政治家の修行の一つのあり方としてですね、若い時から事務所のスタッフのそういう教育と信頼関係というものを保っていかなければ現実には対応できなくなっているような状況があるんだと思います。そういう中を踏まえて実態がそれぞれどういうことだったのか、個々の場合は私必ずしも十分分かりませんけれども、全体にそういう状況がありますので、政治家は若いうちから事務所のスタッフを信頼できる人間を育てて、きちっとした対応ができるようにしていくということが私は基本なんじゃないかなと、つくづくその重要性をこの頃思っている次第です。内閣改造から1ヶ月少し経ちましたけれども、総括するにあまりにも早いタイミングだとは思いますけれども、ただ一方で総括できる材料というのがたくさんこれほど問題が出てきている中で、今のところこの内閣改造というのをどのようにご評価されているんですか。それとですね、これだけ問題が改造前にはほとんど表には出てこなかったわけですけれども、今回この改造を機にこれだけ多くの問題が出てきたという原因はどのように考えていらっしゃいますか。これはね、なんともまだ総括するには私も十分頭を整理していないんです。ですからね、先ほど申し上げたことは私の 今の時点での総括に近いことですけれども、やっぱりそういう体制、そういうことも含めて事務所の体制も含めてですね、自分の政治活動を整理していくというか、ちゃんと整えていく、
これはあの政治倫理教育というと大冗談ですけれども、政治倫理ということを具体化するためにはそういう体制を作らないとできないんじゃないかというのは、あの、まあ、中途段階ですが私 の、 あの今の総括といえば総括でございます。よろしいですか。はい、先ほどまで選挙、質問の中心だと思うんですけど、いや、まあ、指示はですね、あの指示といいますか、私が最初申し上げたことは、あのなかなかこの選挙情勢があの厳しいことは事実であると。ただあのやはり今までそういうのを繰り返すということは何遍もありますしですね、それからまああのいやいや勝ち上がりが遅かったと言えないこともないんですが、現実にあの沖縄の現地でもあるいは応援体制も出来上がってきて、相当いろんなうねりが生じてきているのは事実なんで、とにかくあの必勝の気迫を持って、頑張ろうと、まあ、いうことです。で、まあ、まあ現地はですね、今まあ国会中ではございますが、沖縄 の、 あの選出全国会議員はやはり地元できちっと今 の、 あの国会での議論を含めてですね、有権者に理解を得ることが必要であろうとあのいうこと、それから党本部の職員もあの現地に駐在させる等々の策を取りましたし、それから党本部の対応としてもその応援弁理の派遣とかですね、あるいは九州ブロック国会議員等々の、あの、なんていうか活用といっては必要ですが、あるいはその一時友人名簿を出すというようなこと、かなりあの緻密に体制をあの団体対策等を含めてですね、組んでおりますので、あのそういう効果があの現れてくることを期待しています。